はい、坂本です。今回は下半身の血管が詰まり出すと現れる前兆サインと対処法についてお伝えしていきます。血管の詰まりというと体に重大な症状を引き起こし、そのまま放置していると約 30% 程度の人がそれが原因で命を落としてしまうことになったり、また 5% 程度の人は足を切断しなければいけないという状況に追い込まれてしまいます。なのでできるだけそうならないようにしなければいけない病気なんですが、実際血管の詰まりというのは外から見えないのと、血管の詰まりで起こる症状というのは他の病気でも起こったりするので判断が難しく、すぐに対処できずに進行してしまう可能性が高いんですね。もちろん一番は日頃から気をつけてそうならないようにしておくというのが大切なんですが、なってしまったら早めに気づくということも大切なので、今からよく現れる症状についてお伝えしていきます。この中の一つが当てはまったら絶対そうだというわけではなくて、当てはまる個数が多いほどに確率は上がっていくという認識でいてください。ではまずですね、そもそも足の血管が詰まりやすい人というのはどういう人なのかというとですね、一つがタバコを吸う人、そして肥満、見た目標準体型だとしてもコレステロールや中性脂肪が高いと言われる人、そして高血圧や高血糖な人、不整脈など心臓に問題を抱えている人、そして長時間同じ姿勢でいることが多い人など、ここら辺になってきます。これも当てはまる項目が多いほどリスクが上がっていきます。そしてここから体に起こる症状なんですが、まず一つ目がむくみと冷感です。単純に血液の流れが悪くなるわけですから、足に血液が溜まって膨らんでむくみやすくなってしまいます。さらに血液が流れなくなるので常に冷えた感じになってしまうわけですね。ただこれだと単純に血流が悪いだけでも起こることがある症状なので、この症状が出ていれば絶対というわけではないですが、ここから少し注意してほしいのが、片足のみにこの症状が出ているケースです。全身の血流が悪いだけなら基本両足に出るのが普通ですが、片足のみとなるとこの片足のどっかに問題がある可能性があります。そしてその場合はですね、一度両方の足裏の色を見てほしいんですね。明らかに色が違う、症状が出ている方の足を見ると冷えて白っぽくなっているとかの場合はですね、かなり血流が悪くなっている可能性が高いので、こういった場合はですね、注意してですね、一時的なものではないかということですね、チェックするようにしてみてください。そして次2つ目がですね、動いたり温めたりすると痛みがどんどんと強くなってくるケースです。なぜこうなるのかというと、動いたり温めたりすることによって血流が良くなってしまうからなんですね。血管が狭くなっている程度であれば血液というのはまだ流れていきますが、かなり詰まってしまっているとここでかなりの量がせき止められてしまうので、血流が良くなるほどに痛みが強くなるようになってきます。ただこれも他の病気でも動いていたらどんどん痛みが強くなってくるという症状はありますし、捻挫や打撲などの炎症だと動いたり温めたりすると痛みが強くなっていくことも十分考えられるので、絶対というわけではないですが、足を触って腫れや熱感がないとか、ぶつけたとかひねった覚えがないのに温めると異常に痛みが出るとか、あと一つ目でお伝えした冷えて足が白っぽくなっているような人は基本温めれば血が通って気持ちよくなっていくのに、逆に痛くなるとかだったりすると怪しくなってくるわけですね。このように複合で判断するようにして、特に温めた後痛みが強烈になるとかいう人はですね、早めに一度ですね血管の状態というのを見てもらうようにしてください。そして次3つ目が、安静時にも刺すような痛みが出てくるケースです。ここまで来るとかなり血管っていうのが詰まり始めているので、血流が良くなったらとかではなくて通常状態でも痛みが出るようになっていきます。ただこれも他の病気だったとしても安静時に痛みが出続けるということもあるので、ここもさっきまでの症状の場合と同じですね。冷えて足が白いなのに温めると逆に痛みは増す、そして動いている時だけでなく何もしていない時でも刺すような痛みが続くようになってきたなどの症状が全部つながっていくほどに確率はどんどん上がっていきます。仮に血管が詰まっているわけでは
はなくても安静時でも痛いというのはどっちにしろ放置しててもあまりいいことはないので、もうここまでになっているのであれば早急に一度ですね体の状態というのを見てもらうようにしてください。そして次4つ目がですね、これはもう上3つと比べてレベルが上がるんですが、潰瘍ができたり皮膚が黒ずんだりするようなケースです。足にできたちょっとした傷が治らずにそのまま産んでしまったり、皮膚の一部が黒ずんで壊死してしまっているとか、こういった状態だと血液というのはもうほとんど流れていないと判断してもらって構わないです。そもそも細胞の栄養というのは血液ですから、その血管が詰まってしまうと傷は治らないですし、細胞はどんどん壊死していきます。こんな状態になってるんだったら誰でもすぐに見てもらいに行くやろと思うんですが、実際ここまでなっていても行かない人って結構いたりするんで、ほっとったらそのうちなんとかなるやろとか思っている人は考え方を変えてすぐに見てもらってください。それで違う原因でなっていてすぐ改善できるんだったらそれはそれでラッキーじゃないですか。様子見して手遅れになる前に行動に移すようにしていきましょう。はい、ここまでで下半身の詰まりが引き起こす代表的な症状をお伝えしてきました。でも実際にはそうならないために血流を良くしておくということが一番なので、今からそのトレーニングを実践していきましょう。はい、じゃあですね今からやっていきたいと思います。まずはですねこのように壁に手をついて片方の足をですね少し横に出して、この状態でプラプラと振っていきます。これを左右30秒ですね、今からいきましょう。できる人はですねできるだけ足を広げてこういう風にやってください。まあ自分に合わせてやってもらって構わないんで、ここら辺が限界の人はこれぐらいでも構わないですからね。はい、OK です。はい、じゃあ次反対ですね、同じようにいきましょう。はい、じゃあ次はですね手をこのように壁についてできるだけ高いところに上げてもらって、上げた方の手と同じ方の足をですね今度はできるだけ遠くに引いてください。この状態で壁から手を離さないで、こういう風にですねかかとを地面につけるように体を動かしていきます。そうするとここ全体がですね伸びてくるので、これを左右30秒ですね、今からいきましょう。実際かかとが床につかなくてもいいので、つけるようなイメージですね伸ばしていってください。こういう風にですねどん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 手が下がってこないようにですね注意してください。できるだけキープです。はい、 OK です。はい、じゃあ次反対ですね、同じようにいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次はですねこのように足を開いてお尻をですね下に落として、こういう風にですねお尻を左右に振っていきます。これを30秒2セットですね、今からいきましょう。こういう風にですねお尻をですね大きく左右に振ってください。まあ、もちろんできる範囲で構わないんでね、これぐらいの人はこれぐらいでやってください。お尻を振るですね。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね、同じようにいきましょう。
成です。じゃあ次はですね、膝をこのように軽く曲げてもらって、足を後ろに膝を曲げたまま出して戻す。これをですね30秒左右ですね、今からいきましょう。これも膝を曲げてるのがしんどい人はですね、伸ばしたままこうでも構わないです。はい、OK です。じゃあ次反対ですね、同じようにいきましょう。はい、では今回の動画を参考にして、これからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。